震源、震源、震源は地震の発生した地下の場所を意味する。震王、口実とは異なる。断層の破壊は、震源となる場所一箇所で起こるものではないので、破壊が最初に発生した場所を、震源、破壊した領域を、震源域、震源域と呼ぶ。基本的に地震の規模が大きくなるほど震源域も大きくなる。マグニチュード以下、 単に M8 を超えるような巨大地震の場合、数百キロメートルに及ぶこともある。長野県中部地震の震源面積は、京都市東山区とほぼ同じだが、規模が M9.0 の東北地方太平洋沖地震、2011年の震源域は、岩手県沖から茨城県沖まで南北500キロメートル、東西200キロメートルにわたった、東北地方を南北に分割した一辺に、 ほぼ相当する。よって、余震の震源点も一点ではない。地震学においては、震源域と断層面はほぼ同義である。小規模な地震では、震源域が極めて小さく、断層破壊が、震源に集中している場合も多い、ポイントソース。逆に、大規模な地震では、震源域が広い。よくある誤解として、例えば、兵庫県南部地震は、震源が、 淡路島であったことから、淡路島で発生した地震で、やや離れた神戸に被害が大きかったと考えて、しまうことがあるが、この場合も断層の破壊が最初に発生した場所である震源が、淡路島であるに過ぎない。実際に、断層の破壊した領域、すなわち震源域は、神戸市の直下まで伸びていることが、余震分布などから明らかになっている。このように断層が場合によっては、 数百キロメートルにわたり破壊される地震という現象の中で単に断層の破壊が始まった点に過ぎない震源が重視されるのは震源のみが口述のように地震波の到達時刻を元に地震発生直後に判定できるからである。地震の規模と断層の長さの関係の目安は M2.0、0.16キロメートル、M3.0、0.5キロメートル、 M4.0、1.6km、M5.0、5.0km、M6.0、16km、16 M7.0、50km、M8.0 50、160km、M9.0 160、500km。断層の破壊の始まった震源の位置は、地上の複数、3、または4点以上の観測点で得られた地震波形から、 P 波と S 波の初動到達時刻を読み取り、決定するグリッドサーチ法。平面座標、緯度、経度及び深さによって示される。気象庁では緊急地震速報を発表するために、一つの観測点で得られた波形だけから震源を一時的に推定することもある B デルタ法、テリトリー法。当然、多くの波形が得られていた方が、震源の決定精度は高い。 しかしグリッドサーチ法でも震源の深さを求めることは難しい場合があり、余震活動や震源から数千キロメートル離れた観測点の波形を用いることで決定される。実際には断層の破壊は震源にとどまらず、大地震の場合は数十キロメートル以上にわたって破壊が広がるわけであるがその様子については地震波形からは明らかにすることはできない。それは 真っ暗なトンネルの中で、たくさんの鐘を鳴らすようなものである。この場合、最初になり始めた鐘が、どの方向にあるかはかろうじてわかるものの、一斉になり、さらに壁の音の反響もあると、もはやそれぞれの鐘の配置などわからない。地震波もそれと同様で、最初の一点については判定できるものの、その後どうなっているかは直接はわからない。ゆえに、 地震のその他のパラメーターと震源域は以下のように様々な分析と震源域でその後に発生する余震の分布をもとに判定される。地震速報などでは震源の深さはごく浅くと報じられることもあるが深さが 10km よりも浅かった場合にこのように表現されるこのデータの次にマグニチュードが発表されるのが通例。地震は 地下の断層運動と考えられるから地震を起こすことによってどれだけ断層が動いたかを示せば地震の発生メカニズムを示すことになる。これを震源パラメータと呼ぶ。震源パラメータも観測される地震波形から求められる。まず地震波の初動が押しであるか引きであるかを識別してこれを図に描き震源球を作る。これは 整理されて、メカニズム界として表される。すなわち、断層の走行、ストライク、傾斜、ディップ、滑り方向、スリップベクターである。このメカニズム界と観測された地震波形の振幅から断層がどれだけ動いたか、滑り量を決定する。このほか、震源パラメータとして、重要な断層面の面積は、余震分布、地震後の地殻変動である。 予行変動、地震波の周波数の解析、津波などから求められる。震源直上の地表部分を、震欧と呼び、これには深さのパラメータはない。マスコミなどで俗に、震源地と言われているものである。震源の深さの決定は難しいが、震欧は、比較的簡単に求められる。震欧が、海上にあった場合、津波の危険があるため、 津波警報発令等の対策を取るなど、まず信号を求めることが重要になる場合もある。信言という言葉は、物事、特に事件や騒動の原因や過中という意味で使われることがある。信号という言葉を何かの例えに使うことは、ほとんどない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。